ああそうだ、直さなきゃいけないんですよね。うん、そう、あ、これネメシスかな、敵。え、本当だ。え、バイオハザードはやったことあります？あります。ちょっとだけ。そう、バイオの敵かもしれない。あ、しつこい人だ。そうそう、ずっと追っかけてくる人。四季君のバイオの実況を見てましたよ。あ、本当ですか。一生淡々と、僕ああいうの怖がらないからさ、永遠に淡々と遊んじゃうからさ、見どころがない。おかげで見れますよ。あ、よかったよかった。そう、なんかホラーゲームをわーって怖がれる人、ちょっと羨ましいんですよね。あー、でもわかる気がしますね。ひたすらローテンションのまま遊んじゃうからな、ずーっと。あ、私ですか？私ですか？あ、誰かいる！あ、いる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 。これ走る解除したいんですけど、この走るはどれですか？走るは、あ、でも私パッドの操作わからない。あ、これだ。ごめんね。キラさんありがとう、助けてくださって。え、待って、追われてない？終われてない？はい、追われてます。追われてるよね。はい、こんにちは。早速狙われてるし、めゆきちゃんが。これどうするんだっけ？近いです、来ないでください。これジャンプとかって、せっかく操作のやつ出したのに全然見れてない。そう、この人たち足腰弱いからね、ジャンプっていうものができないんだ、あんまり。ああ、もう大変だ。それはあ、倒すことはできました。あ、ごめんなさい、誰か。あ、四季君から連れてきちゃったかも。あ、全然。え、なん、永遠私じゃん。え、永遠私じゃん。しまゆきちゃんのことが好きでしょうがないんだよ。困る。え？え？すっごいゾンビ。あそこにいる。すっごいゾンビの声聞こえてる。帰ろ。あら。あ、誰かがやられた。私がゾンビに殴られましたね。あー、痛い。お薬飲まないと。お薬。私全然貢献してない。何にもない。お薬をください。薬あります。お薬が多分この辺に。お注射しないと治らないんです、これ。これは私発電機全然見つけられてない気がする。まさかのあれ、どこだ。あ、誰かいる。あ、友達。暗いからちょっと見づらいよね。見つかる。あ、これしまゆきちゃんじゃない？はい、ここに。あ、ゾンビだ。ゾンビが来た。ゾンビだ。あ、ゾンビだ。ゾンビですね。これはちょっとゾンビですね。ああ、すごいゾンビだ。銃はないんですね。銃はないですね。残念ながら。あ、なんかどっかにいるぞ。近くにいるネメシスが。ドクドク言って猫も光る。ちょっと。ああ、もう私なんもできてない。おっきそう。ああ、お友達。あ、今もうちょっとで治りますよ、ここは。そうですか。失敗したらごめんなさい。暗いね。暗いっすね。暗い世界だね、ここは。暗い。あ、もうちょっと。あ、でもなんか来てるぞ。やだ、見つかりたくない。あー、後ろにいるの。あ、しまゆきちゃん追われてる。はい。あら、困ります。愛されてるね。いやー、困りますね。それはだいぶ愛されてるね、それは。あ、なんか知らないとこ入ってきちゃったよ。あ、どうしよう。これ何ですか。めっちゃドクドク。あ、今僕の近くにいる。彼が僕の近くに。あ、いなくなった。いや、下があるじゃん。あ、いるわ。まだいるな。あ、めっちゃ走ってった。あ、いるな。あ、上が何のために2階に。あ、今誰かリスナーさんが追われてる。リスナーさん同士で追いかけっこしてる。楽しいね。頑張れ。生きて。切っちゃったの。連れてきちゃったの。あ、連れてきちゃったじゃん。あー、やだ。あー、やんなっちゃうぜ。なんで上から降ってきた。めっちゃ近い気がするけど、音がさ、もうね、自分の音なのかスタジオの音なのか分かんなくなってんだね。確かに今ね。ちょっと離れてない？近々光るよ。あ、びっくりした。え、誰？あ、あれえ、いるよ、どっかに。そっちにいるのかい。これは私のドクドク。あ、これは私のドクドク。今超絶順調にね、治ってる。治ってます、うん、全然私治してない本当にごめんなさい発電機に出会えてない。発電機に多分出会ってるんでしょうけど、見逃してる。見逃してますね。あるある。あ、すごい、ちゃんと仕事してる。本当に偉い。私は全然。あ、これはついてんだ。あ、なんか、ああ、いっぱいいる人、ここに。あ、ついていっちゃうから、お友達。そうだね、お友達についていったらいいかもしれない。発電機の場所教えてあ、いるじゃん。結構してる。見える見える。これが結構されてますね。あと1個あと1個ですよ。すごい頑張ってくれ、追いかけっこの民。あっ、うわ、なんかゲフゲフ言ってる。あ、ゾンビだ人かと思ったら人だと思ったらゾンビだ。仲間かと思ったらゾンビだ。あ、困る困る。ここの発電機触れないな。どこだ。あ、なんか後ろにいるぞ。なんか追いかけられてる気がする。今ね、間もなく最後の、あー、また爆発させちゃった。本当にすいませんでした治りそうな気がする。これを助けに行ってもいいし、開けて見捨ててもいいし開けはしました。さあどうする。助けに行くか。ちょっと僕は助けに行くムーブをしてるんですよ。はい、助けたいと思います私何もいいとこ見せてないからちょっと助けたいという気持ちだけ見せていってる、はい、僕も。あ、ゾンビがうるさい。え、今誰か追っかけっこしてたりする？この人だ。直せ直せ。治った？治ってないあー、ゾンビが。あ、ゾンビいる？来てます。あ、ゾンビ来てるね。いける。でもちょっと待って、出口わかんない。出口はしばゆきちゃんについてこうかな。あ、はいゾンビが来た方向ですね。あ、ダメだ、もうしばゆきちゃんのこと見失ったかもしれない。黒すぎるんだよ、しばゆきちゃん。いたいたいた。え、しばゆきちゃん真っ黒じゃん、マジで黒いのがいいって言われたんで。いや、マジで見えないんだけど、それ。茶色にするぐらい黒いじゃん。茶色くしたらこのステージ暗すぎてマジで暗い。超闇に紛れてるけど。あそこです。あ、今追いかけられてる。いるね。これです、これこれこれ。逃げてもよい。いや優しいやったーやったー。もう一人は逃げれたかな。あ、そうだ、全然無視して出てきちゃった。我々3人で先に出ちゃったんだよね、今ねごめん。ちょっとちらって見てみよう。あ、あ、逃げれそうだ。あ、逃げた。逃げた。無事逃げました。しょっぱな絶対私をキルすることできたんですけど優しさがすごいありました。多分どうしてもしばゆきちゃんを追っかけ続けたかったんだろうね。ああ、変な趣味。変な趣味。ありがとうございました、皆さん。